いただきます。はぁ、良い天気じゃ。さてと、体の身を動かす。これが無双の極地。これはしんどいな。これはしんどいな。これはしんどいな。終わり終わり。うむ、我ながら美しき仕事じゃ。
をかけ流しにしてみるか。
疲れが溜まっておるな。幸いこの辺りには水も食料もあるが、長くは持たん。危うくとも動くべきか。サクナ様を信じ待つべきか。あの世もこのようなホラで皆と過ごしたな。主の父は山賊の頭であったが、なんとも気持ちの良い男であった。戦の世を心から憎み、貧しい者からは決して奪わず。カイマル、主はきっとあの世、父が石丸に撃たれるを見てしまったのであろう。再び言葉を取り戻せるものか、それがしにはわからぬが、守り通すぞ。この命に変えても。こんなところにおったのか、ボケ侍め。サクナ様。よしよし、カイマルもおるな。まったく、こんな谷の方にまで来よって、ずいぶん探したぞ。しかし、まあその、カイマルを見つけ、ここまで守ったのは、お主にしてはようやったな。わしの手間が省けたわい。褒めて使わす。強烈至極に存じまする。予算か。ともかく、これで借りは返したからな。はて。ところで、なんか変なのもおらんか。鬼ではないようじゃが。カッパーですかな。人懐っこく、害はない様子。カイマルはこれとともに、ここまで来てしまったようでござりまする。ああ、初めて見る髪じゃな。生臭いの、お主。おお、起きたか。サクナ様がいらしたぞ。助かったのだ。ああが迎えに来たぞ。とっとと帰ろう。お主はついてくるでないわ。ぬるぬるは嫌いじゃ。なんかおっきいな。そう、かわいい。まんずに臭いべや。結局ついてきてしまったの。カッパには仲間がいる。谷の奥の湖で鬼に捕まってるから助けたいって語ってす。それで一人であんなところまで行ったのか。ここらから離れるのは危ないと何べん言えば。いや、神様は頼み事ば嫌がるから悪いと思ったって。幼子はよく見ておりますな。仲間ば助けてくれたら恩はちゃんと返すそうだ。ちょっと待て、ゆいよ。カッパの言葉までわかるのか。わかんねえ。こんな気がしただけした。なんだか釈然とするの。おひいさま、いかがですかな。カッパはともかく、カイマルのためには動いてみても良いのではございませんか。そうだな。また目を離した隙に飛び出されてはかなわんからな。よし、湖に行ってみるか。この香りもやかましくなってきたわい。なんか作るかや。任せろ。ママ、
だ。よし。
こっちじゃ。もらった、もらった、よっだ、だ、おい、どこを見ておる。よっ、はっ、よっ、落ちよ。ポカポカと暖かいの。
Thank you.